旅打ちエンジェル、デブラのパチンコ珍道中。イエイ。わーはい、アイリングリンクとフルカマリでーす。ゆかみポープルこと山下ゆかりちゃんでーす。今回はですね、千葉県の旅後半でございます。アンデルセン公園というのがね、あるという、あるらしいんですよ、うん、なのでちょっと私たちはそこにちょっと行ってみたいと思います。レッツゴー、レッツゴー。食べる。何がいい？でも練り飴ちょっと後にしよう。練り飴後にしよう、うん、でもあれやろうよ、ほらあのこれやろうって言ってたじゃん。あ、これやろう、あのガムで酸っぱい、そうなんとかとカメラマンさんこうね、カメラモンさん引いてる、なんか違う感じ。はい、いいから、はい、誰から引く？1個選んで、じゃあ、せあの年功序列先に。ありがとう、そういう時にね、うん、年功序列あれ、スタッフさんなんか好きか、年功序列だと違う。まあいいや、はい、はい、私一番最後でいいっすよ。でも私酸っぱいの全然平気だから。じゃあ一緒に食べますよ、皆さん。食べちゃって、せーの。これ、うん、私かな。美味しい。あ、おう、いた。酸っぱい。あー、酸っぱい。アイリンでした。盛り上がる。あー、唾液が。美味しい。はい、着きました。着ました。アンデルセン公園でございますよ。初めて来た船橋の中では有名な場所でございます。あら、本当ですか？らしいです。人がちょっといないですけれども、今日は平日だそうですね、そうなんです、平日ですからね。おお、じゃあ早速、はい、何があるかわかんない。そうね、行きましょう。初めてだからね。あ、アンデルセンっぽいね。あ、でもなんかすごいアンデルセンっぽい、本当に。本当に。待ってね、アンデルセンって何？何と思ってる？え、アンデルセンって。アンデルセンってどっかの国じゃないの？え、国なの？人の、あ、人なんだ。そうですよね。動画とか書いてませんでした？ですよね。人なんだ。なんだっけ、アンデルセンの動画って何だ？国かと思った。あー、有名ね。そこらへん、あ、そう。アヒルいる？いるかもしれない。ちょっと探して、探してみましょう。見て見て、なんかすごい真っ赤っかな。ここデンマークっぽいよね。わかんない、デンマークの。デンマークまず人の名前なのにね。違うよ、アンデルセンが人の名前。あれ、アンデルセンが人の名前で、アンデルセンはデンマークで生まれたから。あ、そういうことか。間違えちゃった。グッズショップだ。グッズショップ先に。グッズショップだ。毎回そういうことになったら確かに。なんか先に行く？毎回お土産先に買うみたいな。こんにちは。これ勝手に撮影しちゃいいの？これ撮影許可いるやつ。これ撮影許可いるやつ？撮影許可いるやつですか。まあ、ここまで入ってきてるんだけど。ここまで入ってきてるよね。初めてやったよ、これ今初めてやったよ。さすがですね、船橋。船橋なので船橋でございます。そしてこれがガブガブキングです。ガブちゃんも負けてないよ。そうだよ、負けてるけどね。アンデルセン公園のシンボル、風車の刺繍入り。あ、まだ見てないですね、私たち。あ、今ここで知りました、風車。シンボルが風車なので順番間違えてるから、ね、後でちょっと探しましょうね。あゆかりのお母さん好きそう。お母さんが好き。ごめん、お母さん情報。お母さん情報です。ゆかりちゃん名言ね、言ってたからね。名言。わ、クッキーだよ。わ、クッキーだ。美味しそうだよ、クッキー。すいません。クッキー美味しそうだよ。すいません、ゆかり。ゆかりクッキー美味しそうだな。あの試食的な。ないですよね。でもないですよね、すいません、ね、こちらこそすいません、本当に。そうですよね、何言ってんのよ。振ったでしょ、今振ったでしょ、ちょっとキュートなぬいぐるみがたくさん。そうですよ、ラブリーな感じしない？吉村さん似てる。吉村さんに、あ、若干似てるかもしんない。似てる。すごいよ、これ羊年。え、めっちゃ長いや。羊ってこんな体長かったっけ。まあまあ、こうやって見た時もうね、あのアルパカだと思ったけど。
あ、びっくりした、誰か座ってんのかと思った。ちょっとどなたですかね、これ。どなた、あ、ちょっと待って、書いてある書いてある。アンデルセンドアのお話を視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚といった五感を使って楽しめる施設です。ティンダーボックスは英語で、何これ、秘密席という意味だよ。わかりました。はい、はい、彼です。いやいや、あのティンダーボックス名前じゃないから。ティンダーボックス、なんだろうね、名前はわかんないよね。名前は出てないね、アンデルセンさんです。あ、これアンデルセンさんなんですか。これアンデルセンさん、出会えた、出会えたわ、よかった。アンデルセンさん、アンデルセンさん、出会えました。出会えたよ、こんなところで。でもさっき風車とか書いてあったじゃん、ね、あれ見に行きますか。風車、わあ、え、めっちゃすぐあるやん、すげえ、超でかい。めっちゃ大きい、めっちゃめっちゃいいじゃん。ただここからだとちょっとで若干見えないからね。もうちょっと近くに行きましょう。そうだね、近く行きましょう、ね、これ大きいね。まさかのデンマークに、デンマークです。ゼブラエンジェル、デンマークに来ました。こっから見た人信じてくれるかな。あの、こっから見る人、そう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 、途中からこうパーって見て、あ、本当に来たんだ、海外行ったんだみたいな。こういう風景もなんか、ね、なんか風景絵になるね、綺麗ね。そう、見て、え、何これ、見て、なんかいる。なんかいる。ちょっとこれアンデルセンのこと、ちょっともうちょっと知ってから来た方がいいかな。人魚姫、人魚姫、でも人魚姫のお話なんかちゃんと知らないじゃん。私知ってるのか、知ってるよ、本当。だから、ちょっと歩いていく途中にちょっと話して、人魚姫のお話というのは、ね、はい、何、あの人魚姫が王子様に恋をしちゃうの、うん、でね、うん、ある日、人間になりたいって思うの、はい、で、はい、王子様とチューして人間になる、だいぶすっ飛んだな、人間になる。本当に本当にそこ出会っちゃったの、人魚と。ものが、人魚姫のことは調べてみてね。そう、最年長と最年少ですよ。本当やね。期待の新人ですから、私。新人頑張って。これから期待してるぞ。頑張ります。期待してるぞ。あ、待って、なんか見つけてしまったかもしれない。何見つけたの。え、ちょっと待って、今ここで言うのはまだ段階が早い。そうね、そうね。一回近づいてみよう。そう、近づいて確認してみよう、うん、まず、うん、ちょっとワクワクするものを見つけてしまったかもしれない。ワクワクする。あ、じゃあそれは楽しみだ。まだ見ちゃダメだよ、はい、見てない見てない、カメラ見てて、カメラ、カメラ見てます、うん、あ、もう古川です。緑担当してます。この番組、うん、私2回目だけど、うん、ゆかりは、私今回で3回目でございます。あ、先輩やん。いやいや、先輩は先輩ですけど、まあ、先輩やん、この番組は先輩です。で、唯一ミッション2回ともクリア。イエーイ、期待の新人です。すごいじゃん。そしてなんか見つかった。見つかってしまった。ドーン。何、馬、ポニー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 、え、ポニー大丈夫、なんか寒くない。はしゃぐでー。かわいい、こんにちは、こんにちは。ポニー、かわいいですね。触ってみます。かわいい、大好き、動物大好き。名前は何て言うんですか。なんかももちゃん、ももちゃん、ももちゃん、女の子、女の子、あったかい、癒される。ここなんで渦になってるの。つむじですね。あ、ここに、かわいい。つむじの位置がかわいい。チュ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 。え、これ乗れるんですか。小学生までのお子様でしたら、ちょっと小学生なりきれねえな、もう何年前だ。小学6年生です。ごめんなさい、ちょっと無理がある。ちょっとね、気持ちはなりきることはできるかもしれないけど、ね、ちょっと見た目はね、体重とかちょっと見て。 そうだよね、そっか、じゃあ大きくなって乗せてね。あ、ポニーちゃん、ももちゃんが大きくなったらってことね。そうそうそう、これ以上大きくなんない、ね、うわ、あれ、もしや、これ見つけちゃったかもしれない。今、日本で話題の動物じゃない。羊、あ、でもヤギ、え、ヤギもいる、ヤギもいる、ヤギちょっと怖い。ヤギってね、本当に凶暴だから。やばいやばい、私本当にあの、うわ、ヤギに、ヤギにこう、こう、うーんってやられたことある。やばいよ、今日やられたらやったら、やられたらこれも大変。ガンダムキング大丈夫かな。カメラに背中向けちゃダメだよ。やばい、先輩ありがとうございます。こんにちは。あー、大きい、かわいい、わー、うめーって言って、うめー、サービス精神が、うめえ。やべ、めっちゃ泣いてる。なりきらなきゃ。うめえ。
聞いてるよ。ダメ、怖い、ちょっと怖い。ハッピーニューイヤー、2015年もよろしくね。よろしくね。あ、あ、来た、怖い。モフモフ、あ、モフ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 やね、かわいい。うめー、すごい、うめー、ふわふわ。あー、怖いよ、後ろから。まさかの2015年、本当に羊と触れ合えるとは思わなかったよ、ね、ちょっといいんじゃない、いいんじゃない、幸先いいんじゃない、幸先いいの。あら、ちっちゃい子が来た。もみじ、もみじちゃん、もみじちゃん、もみじちゃん。この子は何歳なんですか。この子はこう見えて立派なお母さんですね。あ、ちっちゃいのにお母さんだったんだ。あら、ママ可愛い服着て。さっきのもみじちゃんの息子です。息子の方がでかい。大きいね。息子の方がサイズでかいよ。どうぞ、よかったらあげられますよ。マジですか。でも待って、本当にマキコの二の前ならないように気をつけて。どうぞ。はい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 、めっちゃクリア。怖い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 。はい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 。おかしいでしょ。かわいい。どうしたの。取れなかった。諦めず。ないないない。あら。こうなりそうだ、ね、そう、こうなったらもう本当に襲われるからびっくりしちゃうね。そう、あー、ダメ、立っちゃダメ。はい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 、あー、ちゅー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 、あ、めっちゃ来るやん。はい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 、あー、ちゅーちゅーちゅー、おいちいね、おいちいね。ありがとうございました。ありがとうございました。うわー、なに、ありがとう、え、かえちゃん、やなの。みんなありがとう。ありがとう、みんな、また来るよ。また来るね。すごいね、もう餌あげれてよかった。よかったね。あ、マジですか。え、まさかの、ありがとうございます。びっくりした、ありがとうございます。知ってる方でした、私。嬉しいです。知ってるって、あら、嬉しいで、あ、あ、ぜひ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 、ゼブラインジェルのステッカーありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。楽しい、楽しませていただきました。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりだ。やだ、やだ、有名人じゃん。やめてよ。やったね。すげー。でかい。5キロのお米と一緒だよ。お米と一緒だよ。5キロ、5キロだからね。そうだな。ベタンってなってる、かわいい。待って、めっちゃかわいい。鼻がヒクヒクしてる。それがかわいいよね。癒される。もうずっとここにいる。多分この絵だけで多分もうパチンコ放送しなくても持つね、これは。それは持たない。うんって。癒された。やっぱ動物いいね。ちょっともう風が強くて、ちょっとあのね、日が暮れてきてちょっと寒くなってきたんだよね。そうだね。コアラいるの、あれコアラ、何あれ、怖え。すごいコアラ、昔あれすごい好きだった。そう、近くで見れば見るほどなんかすごいわ。コアラなのかな。じゃあ一緒に乗ろう。はい、アイリン後ろ乗って。よいしょ。ね、意外とふわふわだよ。入れます。入れてください。動く。これ押さないかな。あ、ここか。うわっ。歩け歩け、いけ、ゴーゴー、いけ、いけた。ゆかり、今日寒いね。寒いね。面白い。イエーイ、楽しんでるよ。イエーイ、コアラに乗ってるよ、私たち。船橋最高。みんな、船橋に来てみてね。来てみてね。結構進んでる。200円で、200円すごい。マジ、ここで一体止まった。終わり方が、あ、ありがとうございました。終わりだよ。夢の時間は終わりだよ。そこは売店？カレーライスってのが見えるけど。かき氷あるよ、かき氷。嘘でしょ。ここでかき氷チョイスしたら本当にもうびっくりするわ。うん、お雑煮。お雑煮食べよう。お雑煮食べる。ちょうどいいんじゃない。ちょうどいいのかな。ちょうどいいよ。じゃあお雑煮食べましょう。お雑煮食べましょう。海苔感すごいですね。今日のご褒美。え、え、待って、それだったらもうちょっと考えさせて。
しいですよね。うん、食べよう。いやー寒いからね。見た目すごいねこれ。おー、なんかいろいろ入って、あのね、寒くてね、箸が持てないんだよ。じゃあいただきますよ。あー、いただきます。うーん、うわー、伸びるね。何味？本当に、なんて言ったらいい？海苔の味しかしないんですよ、本当に。無言だよ、アイリー。これは、あの、千葉で食べられてるんですかね。船橋じゃないんだよ、だからこれ。私たちは船橋でこれを食べてしまったんです。そうそう。船橋さんじゃない。船橋っぽい町ではないですよね。そうそうそう、いろんな場所のことが知れて嬉しいね。嬉しいね。もう早く食べよっか。うん、次どこ行きますか。どこ行くよ先輩。初詣とかどう？あら、ゼブラで。そう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 。ゼブラで初詣。そう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 。まあ、これからね。これからのゼブラエンジェルを祈願しに行く。行くみたいな。それも素敵だね。のも素敵じゃないですか。いい流れだよそれ。でしょ？結構いいこと言うでしょ。いい流れよ。そう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 。初詣しに行きますか。行きましょう。行きましょう。ただいま法華経寺に向かっております。はい、初詣をしに私たちやったー。ゼブラエンジェルのこれからをですね。そうだよ、祈願しにね、本当にね、行かないとね。うん、もう今年こそはもうみんなで当てまくって、そう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 、今の番組盛り上げて盛り上げて、視聴率アップアップみたいな。本当に危ないから。本当に危ないからね。うん、いつこの番組なくなるか怖いから、ちょっと本当だよ。本当だよ ね、ずっと続くように、ちょっと続くようにね、成長な、成長ね、成長。でも今日は成長見れましたね、少しは。あ、よかった、よかったです。そうやって、そう保留4個で止めてる。あ、成長がね、そう、そこが成長してたよね。止めてたよ、止めてたよ。あ、嘘、止めてなかった。でも、玉もったいないっていうのを学びました。ただ、なんかその他の子たちがその保留で止めるのをやってなかった、なんか私やってたんですけども、やってたんだ。それを見てくださったファンの方がそれだけで褒めてくれました。あ、じゃあ私も今回もしかしたらこの回を見てくださった方は褒められるかもしんない。そう、今までね、ずっとね、なんかね、たかってたりとかでね、うん、すごいなんかたかりすぎだよみたいな、たかってたわけじゃないんですよってずっと言ってた、ね、言ってた、ずっと。もう皆さんそこじゃないよ、今回は。今回成長したゆかぴがね、今回そう、成長したゆかぴをね、本当に褒めてください。ここから戻してみてください。そう、巻き戻してね、巻き戻してみてください。そう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 。私たち重要なこと忘れてるんですよ。あら、何？もうパチンコもやったし、そうね、まあ街ブラもしたし、うん、ご褒美は？そうね、パチンコやってさ、今回さ、うん、ちゃんと結果を残したのよ。そう、残したのよ、私だから、うん、ご褒美もらわないとね。そうなのよ、はい、このままじゃ帰れませんということで、今から、今からご褒美を探しに行きたいと思います。行きましょう、行きましょう、行きましょう、行きましょう。あ、そうだ、初詣忘れてるよ。初詣も行くんだ。そうそうそう、私ね、そうなのよ。何よ。そう、あなた落花生買いたくて。え、落花生って落花生買いたいの？有名なの、千葉県。そう、なんか有名なんですよね。何、撮影許可とか。そうね、取りに行かないと、ちょっと行かなきゃいけないんじゃない。取りに行く、行ってらっしゃい。あのね、この子ね、全部任せるのよ、本当に。全部任せるの。末っ子なんで。そう、末っ子なんで、私ゼブラエンジェルの中だと。お姉さま行ってきて。ちょっと行ってきますね、うん、お願いね。結果は、あ、出た、これ OK でした。ちょっと嘘でしょ。ちょっと暗くて見えないじゃないですか。はい、はい、OK でした。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ早速ね、個人的にちょっとね、お土産を買いたいのでね。ピーナッツ屋さん、そうなんです、千葉ピーナッツ、千葉ピーナッツさんでございます。でございます、いきますよん。おお、めっちゃいろんな種類ありますね。はい、おすすめはあちらの殻付きですね。ですよね、ですよね。種類が2種類、はい、ございまして、中手豊というお豆と千葉半立ちという2種類、うん、違うんだ、はい、どっちがいいんだろう。あの、すいません、あのですね、迷うわ。試食的なものって、はい、あります。えっ、出た、しゃしゃ、すごい。だってわかんないじゃん。だってほら、あっさりとすごいよ、コクの深いって言われてもわかんないからさ。そうだよね。そうそうそう、ありがとうございます。すごーい、
ありがとうございます。どっちがどっちだ？中手ゆたかと、こっちがあっさりした方ですね。あっさりした方ですね。じゃあまずあっさりした方。あっさりした方食べたい。中手ゆたか。はい、いただきます。うん。うん。おいしい。おいしい。味が。あ、でもいいね。いくらでもいけるわ、これ。いけるね、これ。いくらでも食べれる。結構ね、あっさりしててね。おいしい。こっちは半立ち？半立ちです。違う？うん。いただきます。待って待って。あ、ね、全然違うよ。おお。全然違う？うん。え、味全然違うじゃん。全然違う？うん。こっちの方が本当あの言ってた通り濃いよ。うん、違う。もう違うよ。でもこっちのがあのそのねさっぱりしてる。うん。私こっちのが好きですね。アイリーは？私もね、どっちも好き。何告白なの？どっちも買ったらどっちも買っていきたいね、うん、これね。じゃあ私もとりあえずこれ。え、どうしようかな。どっちにしようかな。ちっちゃい方で。お母さんに。どうするのぶこぶさんとかのさ、お土産。メンバーもだけど。あ、もう。まず私に。まずそうだね。自宅に自分たちのね。いやー、よかった、お土産買えて。よかったよ。嬉しいな。ご、うん、褒美も探さなきゃいけない、ね、探さなきゃいけない。私はこうやってさっきから街を見てますよ。えらいえらい。なんかないかなと思っていっぱい野菜売ってるけど。、うん、あ、いいよ、ホットヘッドスパでも。あー、そんな感じでもいいの。確かに食べ物じゃなくてもいいもんね。帰り、そのあ終わった後さ、髪の毛すごいことになってる。確かに。お、門だ。つけましたね、門が。門来たよ。あれ、お寿司やない？お寿司屋さんもある。菊寿司だって。じゃあなんかしかもちょっとさ、なんか高そうな、なんかさ回らないお寿司っぽくそれは多分そうだとは思うけど。ここは回らないお寿司屋さんなんて初めて来ちゃう。これはちょっとご褒美にぴったりなんじゃないですか。じゃあちょっと撮影許可を二人で行こっか。じゃあやっぱり今まで私一人だよ。二人で行こっか。二人でね、ご褒美だからね。すいません。せーの、OK でーす。え、何がでも一番、お寿司って何が一番最初のがいいんですか？なんか順番とかあるんですか？いや、食べたいように食べてる。食べたいように。どうしよう。サーモンってあります？はい、あります。あるやん、ほら。なんだこれ、なんだろう、なんか私がサーモン食べたいって言ってたら、なんかサーモン100円寿司にしかないでしょみたいな、そんな話ありますよね。ほら、よかったね。10個ぐらいください。本当ですよ。あ、じゃあ5個ぐらい。じゃあ私縁側あります？縁側あります。うわーい、楽しみ。ぶっちゃけ私も縁側5個食べれますでしょ。はい、食べれますね。でしょ、縁側5個って言っときなよ。何でもいいよ、いろいろ。でもさ、いろいろ他もね、いろいろ頼みたい。ウニが苦手なんですよ。はい、ここのウニはどうですかね。どうですかね。どういう質問の仕方や。どういう日本語でしょうか、それ。なんか食べてみたら苦手な人でも食べれるかなと思って。あ、少し食べてみたらいいですか。じゃあ少し食べてみます。はい、いろいろ食べてみる。チャレンジしない。そうだよ。わさび大丈夫ですか？わさびダメです。わさび危ねー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 。わさびダメ、辛いのダメなんです。ごちゃごちゃないよ。まあ10代だから。末っ子なんで。そうそうそう、まだ10代ですから。今日何でも末っ子なんでで許されてるから。やだねー。イエーイ。やだねー。私も使おうかな。たくさん食べちゃうよこれ。でもなんか目の前で握ってくれてるのが素敵素敵素敵。大将素敵素敵。なんだろう、この絡み何なんだろう。大将素敵。あれね、本当にね、回らないお寿司を初めてレベルで、レベル、うん、なかなか来れないからね。でしょ。多分いない、あの普通のね、18歳の子たち、うん、多分いないよね、多分。行ったことある子多分少ないんじゃない、うん、もしかしたら。だよね、幸せだよ、私たち。よかった、SKE 入ってて。ね、でもお母さんによく言われるの、
なんか SK 入ってるから、なんか美味しいものたくさん食べれて感謝するんだよって、いつも言われる。いつもありがたく食べないね。いつもありがたくいただきます。あー待って、すごいいっぱいよ。あ、ありがとうございます。並んでる並んでる、すごい嬉しいな。いただきます。え、とろけた。とろけた、きた。とろけた。とろきました。あ、ありがとうございます。本当に。すごい、本物。今まで何食べて、今まで何食べてたんだろうってぐらい本物。本物。うん、本物感が。本物。本物だよ、これ。じゃあ、私は食べて、食べて。いただきます。すごい、わさびが見えてる。おいしい？わさびおいしい？ごめん、ごめん、ごめん。うまっ。もう泣きそうじゃん、アイリー。泣いてないけど。おいしいの、この歯応え最高。もうほんとパチンコよかった。よかった。10トロきました。10トロきました。トロとかもうなかなか食べないよ。あわっしょい。あ、嘘、新しい食べ方。こんな感じがいいんだよね。どうですか、中トロ。本物。いただきます。中トロ本物。本物。うん、美味しいよ。いや、マジで溶けるよ、これは。でしょ、溶けてるでしょ。甘いの。うん、めっちゃ美味しい。ちょっとウニください。ご飯つけます。ご飯つけます。ご飯つけます。あ、なにこれ、かわいい。かわいい。こんな風に作ってもらえるなんて。え、どうし、ちょっとウニ、ちょっとウニ、ちょこんとウニ、ちょこんとウニがいただいてください。いかがですか。もう食べれた。お、よかった。おいしい。普通はこの大きさだけどね。この大きさで1個ください。はい、食べる。あ、食べる。いいよ、じゃあ食べる。あ、わさび入ってる。あ、ダメ。ダメでしょ。ダメ、わさびダメ。いや、これほんと食べれますよ、みんな。ウニ、こうやってウニ、ね、苦手な人も絶対食べれる、これ。おいしい。ウニの美味しさを知ってしまいました、今日。うん、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 いいですか、こんな食べ続けてる。忘れてた、忘れてた。いざ参る、いざ参る。長いね。まだ真っ暗だからね、わかんないんだよね。わかんないんだよね、実際ね。本当にライトがあってよかった。カメラのこれ本当にライトなかったらすごい暗いですよね。あ、来ましたよ。来ました。わかりますよ。あ、ボーンってできないじゃん。今もうできないよね。できない時間帯だよ、残念。ほいほい。どうするの。パンパンしちゃダメなんだもんね。いい、まあ、このまま。セブラエンジェルがたくさん活躍しますように。今年はいっぱい当たりますように。はい、いや、これで2015年のゼブラの、ね、これからも祈願しましたので、ね、しましたので、多分また今年もいい年になるんじゃないですかね。そうですね。これでしかもやっぱり新年一発目、私たちそうそうそうクリアしてますので。そうなんです。ミッションを、ミッションクリアしたので、はい、もういいスタートを切れたんじゃないですか。これからどんどんみんなにあのいい流れをね、つなげていっていけたらなっていうか、この後のメンバーも。そうだよ、頼むよ。もう本当に頼むよ。次はね、次重要だからね。そうだよね。これつなげていかないと。そうなんです、本当に。だから次のロケメンバー本当につなげてくれないと困るよ。もう次はちょっと選ばれてほしくないなっていう。自分たちでこんなに言っちゃったからね。そう、言っちゃったからね。今年もゼブラエンジェルよろしくお願いします。